はい、おっさんずトレックです。今日はですね、愛知県豊川市の本宮山に登っていきたいと思います。メンバーはね、私とゆうたくん、なまたくんです。愛知県の豊川市の本宮山は、東三河に位置する人気の山で、結構ねハードな山です。トレーニングに最適な山なので、まあ約ね1ヶ月ぶりに山登りに来ますので、リハビリ登山として今回は本宮山に登っていきます。この山は何回も登ってるんですけれども、まあ、あんまり景観はね良くはない。山頂に行くと三河湾が一望できるんですけれども、まあ、三河湾からも少し遠いので、はっきり言ってね、そんなに景観のいい山ではないんですけれども、まあ、緩い登りがあったりね、岩場があったり、最後に急な登りがあったりとか、まあ普通に登ると1時間半ぐらいかなかけて登るような形になりますけれども、こんな形でね地元の人がたくさん歩いていまして、非常に人気な山となっております。はい、そしてね、登山口の隣には本宮の湯という、まあ、人気のね銭湯なのか温泉なのか分かんないですけどがあるので、まあみんなね登山終わって本宮の湯に使ってね帰るような形になると思います。まあね、もちろんね本宮の湯は登山者じゃなくて地元の人がね普通に入りに来る入浴施設になっておりますので、結構おすすめです。はい、ということでね、3人とも久しぶりの登山なので、ゆっくりね登っております。今日の豊川市の湿度は 96% です。もう汗だくだく、滝のような汗、これを不快に感じるか気持ちいいと感じるかはあなた次第です。いや、いい汗かいてるかもしれない、うん、2週間分の不節制した汗が出たかもしれない。やっぱ久しぶりに歩くとしんどいな。しんどいですね。体が重いっていうか。これでも豊橋に住んでて本宮さん初めてとはな。そうなんです。なんだかんだ。まあ、それは意外だな。平山明神と上老院が行ってるのに本宮さん登ってないとはな。上老院はこの間行ってきて、やっぱいいな、あそこいい、低い割には絶景でさ、すごい楽しめる、うん、これ落ちたら死ぬわっていう。絶叫感もあるし、ああ石だからな、下落ちたら死ぬわ。今何メーター、今500メーターぐらいか。488、ちょっとガスってきました。まあ山の上の方雲かかってたんで、その中今入ってます。今ちょうど平坦地に来てるけど、しんどいな、久しぶりに歩くと。今日生田くんが運転してくれるっていうことで酒持ってこようかと思ったけど、やめてよかった。今日飲んだらちょっときついかなと思ってやめたんだ。あのウイスキー入れるボトル買ったんだ。ウイスキー入れるボトルなんだ。あのぺったんこのさ、こういう四角い缶みたいなやつ、あのよく軍人がベトナム戦争で飲んでるようなやつで、あれをで炭酸水買って、この炭酸水の中ぶっ込んで飲んだらハイボールになるやん。飲もうかなと思ったけど迷って、あ飲んだら今日しんどいだろうなと思って置いてきた。いや全然飲んでくれて構わないけど、ダメだ、今日の飲まんでよかった。飲んだらきつかったわ。最高かもしれない。鳥居が見えてきた。もう大丈夫ですか？全然。あ、そうなんですか？まだ全然。ちょっと油断してますね。まだまだ。最後のきついとこまだ来てないもん。休憩するか。こっからまだちょっと急になって、はあ、休憩。どうですか？久しぶりの。なかなかしんどいものがしんどい、
2ヶ月半のブランクは大きいな。よいしょ、よいしょ。ああ、行ったの？はい。うん。買い物だけって百名さん？はい。ゆうたくん行ったんだ。もうそっち。行った。制覇した。まあ、屋久島以外行こうと、そこ一番最初に行って、メジャーやろうみたいな。ああ、そうか。奥の院のあたりまで来ました。あと少しだな。これ上がったら奥の院だ。若干足が先つったわ、はあ、しんどよ、はあ、着いた、はあ、本宮着いた、やった、ちょっとお参りしていくわ、100円入れよう、よし、よいしょ、よいしょ、頂上行きますか。本当こっから富士山見えるんだけどな、この先からそこのその鳥居があるところ。今日は真っ白で見えません。富士山真っ白見えない。しんどかった。走った、やりー、やりました。ありがとうございます、はい、両ふくらはぎを釣りました。ダメだ、塩分チャージしよう。着いた、2時間かかっちゃった。写真撮ろう。あー、三河湾が綺麗だな。行ってって何も見えない、いい天気だな、いい天気だな。心が汚い。両ふくらはぎを釣った。水分を取ろう。やべえ、藤井聡太の今日の勝負飯は何でしょうか。粒組です。今日の勝負飯は、あ、こっちも粒組だ。プレミアムマンゴー、濃厚マンゴー。今日の僕の勝負飯はブラックサンダー至福のバターです。これ美味しいです。いや、あるよこれ、うん、ずっと何年か前から。でもこれうまいんだ。これ50円ぐらいするんだ。これうまいよ。たくさん食べると血管が詰まる系の味。これ美味しいです。やっぱどこのカットプレミアム路線で行きますね。うん、プレミアム路線うまい。これはうまい。ぶどう食べたり有楽製菓食べた。これ、うん、これ鹿児島で食べた。美味しかった。よし、じゃあ帰ります。今から降ります。本宮の湯に入って帰ろうか。よし、ということで行きました。お疲れ様でした。今日はちょっとリハビリ登山で足がつったんで、あのやっぱ塩分タブレットとかポカリセットはやっぱ必要だな。トータル4時間ぐらいでしたね。トータル4時間かかったね。以上となります、はい、今日はどうでしたでしょうか、総括を。総括、まあ来月に起きたいよっていう動画上がってくるんですかね、来月からまた登山の動画ね、キャンプの動画もぜひ、うん、よし、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ総括って言ってるな、景色もないし、ね、そうそう、修行兼リハビリでした。いいリハビリでした。